三枚岩先生です。11月1日11時28分です。昨日はね、大負けしました。でね、ズボーンと負けちゃいましたね。で、今日投資 しました。218万7513円の現物ですね。現物で言うと、218万7513円、今投資してます。IDX ですね、 USD。 あ、それか関係ないけど USD JPI のスワップ金利っていうのは結構100円ちょっといくんですね。知りませんでした。それでね、100円いくんですよ、スワップ金利ね。で、それはトマークとして、でね、こうなんですね。1ヶ月間の利益、ズドーンと3分の1ぐらいなくなっちゃったですね、ここでね。昨日でズドーンと落ちちゃいましたよ。だけど1ヶ月間の利益、そうなりますと1ヶ月間の利益は12,450円、だいぶ落ちちゃったですね。ズドンと負けました。またちょっとやりすぎちゃった。こういう投資ですね。こんとこね、結構ねずーっといったんですよ、ここね。ずーっとね、これはまとめてだからね。まとめてで12,450円。バイナリーオプションは勝ちましたね。バイナリーオプションはね、また下がって16,000円の利益ですね。だから5,600円の利益、デモでやってますからね。1日ね、月曜日からやって、木曜日でやって16,000円の利益です。デモ口座です。5,600円になりますね。5,000円プラスになってるから、これ邪魔だね。デモの5,000円とかいうの、実際ではいいけどね、デモでずれば関係ないからね。まあいいわ。で、めんどくさいからいいよ、余分なしで買えるなんていうのね、私が言ったからね。バグはね、ダメだよね。バグはダメだけどね。で、あとのこれやばいのはね、バイナリーオプションのね、投資でね、アドレス打つときに、取引するとこに当たるから、位置がまずい ね。間違ってね、打っちゃうよ。アドレス表示で出しますですよ。選択するときにね、その裏は取引のダイアログなんですよ。だから、一回すると重なっちゃうんだね。まあ、これもちょっとまずいね。まあ、そういうのもあったですね。で、そんなことで大負けした、ここ。ズドーンと怒っちゃった、これ。せっかくだったのにな。で、今日の投資です。これ15分足なんでね。今投資ってここです。マイナス970円。2万ドル。2万。218万7513円投資してますね。で、まだ全然資金や上げられませんから、まだ2万ドルだけ。で、シグナルが出たんだけどね、こういうね。それで来たんだけど、これ出てたんだけどね。どこでアラート出てないはずだね。アラート出てないのね。どこだ。消えちゃったのかな、アラート。こっちも出てないね、アラート。これも出てない。こっちは。
あ、これモデルだからだね。これちょっと全部消去しよう、ね、これ出てないな。出てないね。これも切っちゃう、いらない。ここも来ない。ここに寄せてくれへんやろ。ということですね。ということです。